はいどうも、テレです。本日は JW アンダーソンコラボの値下げ速報動画になります。ユニクロは毎週火曜日に一部のアイテムの値下げを行っています。今週の11月10日火曜日に JW アンダーソンコラボの値下げがありました。JW アンダーソンコラボの値下げもいよいよ始まりましたね。発売日が10月16日だったので、いつも通りのおおよそ1ヶ月後の値下げです。今期の JW アンダーソンコラボは粒揃いのアイテムが多く、ユニクロ U より売れている感じがします。毎シーズン値下げで安く買えるといえば、JW アンダーソンコラボでしたが、今シーズンはどうなるかが気になりますね。オンラインの在庫の情報は11月11日の朝8時の在庫状況です。今回の値下げですぐに在庫がなくなるということはないと思いますが、気になる人気アイテムがあれば購入しておきましょう。それでは今週の JW アンダーソンコラボのメンズ、レディースの値下げアイテムを見ていきましょう。まずはこちら、レディースのダブルフェイスコートです。定価12,900円が9,990円のおおよそ3,000円の値下げです。カラーがグレー、グリーンの2色展開です。オンラインではグリーンの M、L サイズが在庫切りしています。軽く羽織れるダブルフェイス素材のコート、表と裏でカラーが違うので袖をまくった時に別のトーナルカラーが見えて綺麗。襟を折り上げれば印象の異なる着こなしが楽しめる。フロントの開け閉めがしやすく、リラックスできる着心地が魅力で、縦長の綺麗なシルエットが楽しめるロング丈のコートです。実物の生地感は個人的に好みでした。またダブルフェイスなので表地と裏地のカラーを変えていいアクセントになっています。毎シーズン思いますが、 JW アンダーソンコラボのロゴが入っているボタンが好きです。サイズ表を見るとやや着丈長めのコート、低身長の方はこのコートに着せられないように気をつけましょう。肩幅、身幅もレディースのコートとしては少しゆったりしていますね。オンラインではグリーンが売れていますので、グリーンを狙っている方は早めにゲットしましょう。次にこちら、メンズのファインクロスストライプシャツです。定価2,990円が1,990円の1,000円の値下げです。カラーがオフホワイト、ブルーの2色展開です。オンラインでは全カラー、一部のサイズが在庫切れしています。JW アンダーソンの定番である切り替えデザインのシャツをユニクロのファインクロスシャツ素材で展開。洗濯してもシワになりにくいイージーケアでお手入れ簡単。太さの異なる2種類のストライプを組み合わせたデザイン。トーナルカラーなので切り替えデザインでも馴染みが良く、着こなしやすいシャツです。 JW アンダーソンといえば切り返しデザインのシャツ、毎シーズン何かしら切り替えをしてきますよね。個人的にはその切り返しデザインが楽しみで、 JW アンダーソンコラボを見る楽しみになっています。今シーズンのこのシャツはそこまで派手な切り返しではなく、ストライプの太さを変えたのみです。一見わかりづらいですが、よく見るとちょっと違う感じが好きです。 JW アンダーソンコラボのシャツは面白みがあるので、普通のシャツに飽きた方におすすめです。1990円であればコスパの高いシャツです。次にこちら、レディースのボアフリースブルゾンです。定価4,990円が3,990円の1,000円の値下げです。カラーがブラック、ブラウンの2色展開です。オンラインではブラックがサイズ掛けしています。ブラウンは全サイズあります。ボアはボンディングフリースを使用。ヴィンテージのフライトジャケットをベースに JW アンダーソンらしくアレンジ。大きめの襟がデザインアクセントで、リラックス感のある袖なので厚手のニットの上に羽織ってももたつかないブルゾンです。実物はこの価格には見えないレベルのブルゾンでした。生地感もそこまで安っぽくなく、デザインもシンプルでいいと思います。ブラックはかなり渋く、裏側もブラックでかっこいいアイテムだと思いましたね。大きいサイズであればメンズでも着れると思うので、狙っている方もいると思います。ブラウンもそんなに悪くないと思います。裏側が白でデザインもそこまでうるさくなく可愛いですよね。ブラウンは近所でよく見るママチャリに乗っている主婦の方が着ていて、とてもいい感じだなと思いました。この手のブルゾンはモデル体型でなくてもどんな体型の方にも似合うと思います。定価で4,990円でも普通に安いと思いますが、早い段階での値下げで3,990円、タイミングもよく間違いなく買い時だと思います。次にこちら、メンズのウールブレンドノータックパンツです。定価4,990円が2,990円の2,000円の値下げです。カラーがダークグレー、オリーブの2色展開です。オンラインでは全カラーサイズ掛けしています。上質感がありながら軽量化も実現させたウールブレンド素材を使用。シンプルなストレートシルエットなので、いろいろなスタイリングやシーンで活躍するセンタークリース入りのノータックパンツです。第1弾の値下げで、なぜかの2段階値下げの2,990円。そんなに焦って値下げする必要はないと思いますが、今期の値下げに関しては全く読めません。ユニクロの値下げを追ってもうすぐ6年になりますが、間違いなく歴史的な値下げシーズンです。実物は表地の質感が良く、カラー展開が渋くて良かったです。ダークグレー、オリーブともになかなかない絶妙な色合いで、生地の質感と相まって渋かったです。この値下げの速さを見ると、オンラインでは在庫切れが多いですが、店舗には在庫が豊富にあるかもしれません。
欲しい方は店舗巡りをしてみましょう。次にこちら、レディースのボアフリースノーカラーコートです。定価4990円が2990円の2000円の値下げです。カラーがオフホワイト、ブラウンの2色展開です。オンラインではオフホワイトが売り切れで、ブラウンは全サイズあります。身頃と袖で毛足の長さが違うボアのボンディングフリースを使った JW アンダーソンらしい遊び心のある一着。リラックス感のあるシルエットで、ウエストベルトは付け外しができるので着回し自在のコートです。実物は可愛いボアフリースのコートだなと思いました。生地感は触るとわかるんですが、少し固めのボアフリースですが気持ちいいです。遠目ではわかりにくいんですが、身頃のボアは毛足が短く、袖のボアが少し毛足が長いです。ここでも JW アンダーソンの得意の切り返しデザインで面白いですね。2990円であれば部屋着でも使えますし、買いのアイテムです。 JW アンダーソンコラボのレディースはアウターの値下げが早くていいですね。次にこちら、メンズのイージードローストリングパンツです。定価3990円が2990円の1000円の値下げです。カラーがダークグレー、ネイビーの2色展開です。オンラインでは全カラー M、L、XL サイズがサイズ掛けしています。カジュアルなコットンフランネルを使用。 JW アンダーソンの定番であるイージーパンツを今季のテーマに合わせてアップデート。チョークストライプで上品さを演出し、カジュアルなだけでなく上品さもある着こなしができる、しっかり見えのイージーシルエット。ウエストの紐は外に出しても内側に入れても使える 2way 仕様のパンツです。いろいろとギミックが入っているパンツで、履きやすいパンツです。ドローストリングパンツは履き慣れると本当に便利です。ベルトをしなくてもドローストリングでウエストの調整ができ、紐をわざと見せたりしてアクセントにもなります。個人的にくるぶし丈のパンツは裾の広がりが広いと気になるので好みではないです。そのあたりは実物を見て試着をして確認してください。裾の広がりが許容できるのであれば間違いなく買いのアイテムです。次にこちら、レディースのボトムススカートです。イージーワイドクロプトパンツ、デザインヘムスカートが定価3990円が2990円の1000円の値下げです。オンラインでは比較的在庫がありますが、デザインヘムスカートのネイビーは売り切れています。なぜネイビーだけが売り切れになっているのか、こちらのモデルの着画を見るとわかります。すごくやばいですね。ハイブランド張りのデザインと風合い、これは売り切れますね。他のカラーはブラウンとブルーで、なかなか着こなしづらい色合い。このデザインのスカートであれば間違いなくダークトーンがいいです。プリーツに個性的なカッティングがクールにいきます。今シーズンからレディースのアイテムも見るようになって、名品に出会えるのは勉強になりますし嬉しいですね。最後にこちら、バックパックです。定価3990円が2990円の1000円の値下げです。カラーがレッド、ブラウン、ブルーの3色展開です。オンラインではブラウンが売り切れで、他のカラーは在庫があります。ヌメ革の付属使いで高級感のあるデザインがアクセント。サイドジッパーで荷物の出し入れも簡単なバックパックです。何気に気になっていたバックパックですが、実物はちょっと可愛すぎたかなと思います。意外に中学生や高校生、大学生の学生さんが使うと似合いそうだなと思いました。やはりオンラインでは売り切れたブラウンの配色が良かったです。店舗では比較的在庫があるかもしれないので、ブラウンが欲しい方、狙っていた方は店舗巡りをしましょう。以上が11月10日火曜日 JW アンダーソンコラボの値下げアイテムになります。いよいよ JW アンダーソンコラボの値下げが始まり、値下げ速報動画を作るのが忙しくなりそうです。今後もユニクロ U の値下げ動画と JW アンダーソンコラボの値下げ動画は分けて作ります。金曜日の期間限定価格に関しては、どちらかのコラボアイテムが入った場合に一緒に紹介します。期間限定価格も毎週やってよという方が多ければ毎週やってもいいんですが、比較的同じアイテム、似たようなアイテムが期間限定価格になっているので動画的には厳しいと思います。そのため掘り出し物やコラボ物が入った時に動画にしますね。今シーズン好調の JW アンダーソンコラボ、値下げがどこまでいくのか気になりますね。また値下げになりましたら速報動画を作りますので、よろしくお願いします。皆さんお得にコスパの良い買い物をしましょう。それではここまで見ていただきましてありがとうございます。説明した金額はすべて税抜き価格になりますのでご了承ください。またこの動画の情報画像はユニクロ公式サイトより出展しています。今後もいろいろな動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録とインスタの登録、この動画が良ければグッドボタンをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。